そういろいろ宣伝んですよ。このアサイー飲んできて美味しかった。麺コーナーみたいなところ、あそこも入り口だけ見たんですけど美味しそうだなと思ったから、今度そこも覗きに行きたいです。地元愛強い、やった、ありがとう、地元愛強いです。新潟はねのどかですごい、なんか平、なんかみんな平和そうな顔してるから みんななんかちょっとこんな感じの顔してるから、そうみんな垂れ目って感じ、平和な顔してるのでのどかですごい過ごしやすいと思いますよ新潟は。はい 壊れたようにウィンクしちゃったの今思えば笑える 気づいてくれて嬉しい 逆にヘラヘラしてると切れる客いる、そういうのやめてほしいよね本当に、頑張ってんだからさマジで。ね、まあね、どんな感じだったかによるけどさ、特になんかよくいるけどさ、スーパーとかあるじゃないですか、スーパーのところに初心者マークとか貼ってる方とかいるじゃないですか、わあ多分入ったばっかりなんだろうなと思って間違えても「全然大丈夫、もうゆっくりしてください」っていつも言ってる スーパー行く時は大体急いでないので、本気で急いでる時コンビニとかだから、そうスーパー、やばい、ごめんなさい、充電が残り 20% ってできました。そう、まあ、スーパーはねもう何でもいいですって、もうゆっくりしてってくださいって言ってます、いつも本当にそう、全然時間かけてって、クレーマーじゃないから私、半目で止まった、ごめんなさい ラム急に、さっき配信始まる前 33% だったんだけど、あ、だからといってみんな研修中つけないでね 明らかになんかベテランっぽいのにさ、なんかわざとゆっくりしてたらバレるから ってことで、まああっという間に57分なんですけど、はいね、新潟駅の PR 大使 本当に私新潟駅のパネルに乗ってみたいんですよ、結構夢、本当に夢、本気で夢、みんな通るじゃん、みんな見てくれるじゃん絶対、楽しみです楽しみです そう言われる日を、それが叶う日を楽しみにしています、私は。ということでスクショタイムします。ごめん、さっきとなんか同じようなスクショになっちゃうかも、なんだろう、新潟駅、駅 おくしゃみ出そう、くしゃみ出そう、待ってくしゃみ出そう、あ、すいません。ということで、お礼をさせてください。10歳、正幸氏、ありがとうございます。12、何新潟がいるし、ありがとうございます。11、五川回し、ありがとうございます。10位、ガトランチェス氏、ありがとうございます。9位、りょうた氏、ありがとうございます。8位、しょちゃん氏、ありがとうございます。7位、アイスラースマイル氏、ありがとうございます。6位、まゆげ氏、ありがとうございます。5位、ひろ氏、ありがとうございます。4位、よちくん氏、ありがとうございます。3位、かきひこ氏、ありがとうございます。2位、山田のピクチャー氏、ありがとうございます。そして1位は、ちゃかちゃか。設定監視です。ありがとうございました。設定監視ありがてって。ありがとう。アイコン戻ってる。アバターか。アバター戻ってる。ありがとうね。公演の配信見てくれて嬉しいよ。ありがとう、いつも。また見てね。次は6月の。あれ？次本当に6月の。そうだね。結構。6月中旬か。次私公演出るの。よろしくお願いします。まあ結構期間空いちゃうね、ごめんね、みんな会うなんか期間空いちゃうけど、ぜひたくさん、次回もたくさんのベルワールドミンお待ちしております、ぜひ赤尾が見たいよあ、そしてこちらもよろしくお願いします。30、31日と19時から8時まで磯ベルワの生誕祭のね、去年の生誕祭同時視聴配信をする予定ですので、よろしくお願いします。見えなくてごめんね、これ。ってことで本日はここまでとさせていただきます。ありがとうございます。